皆さん、おはようございます。ではの、ミヤクルボーイ、キングタクです。まあ、ケアマネとまず話しまして、変更も遠慮しないでくださいね。まあ、それでもダメだったら事業所を変える、介護サービスのマル秘情報ですね。はいはい。まあ、できるまでは、まあ、この前やった、カンファレンスもいろいろあって、担当者会議もあるそうですね。はい。どう続くるかは、前の動画にもあると思います。はい。ただ、要介護新認定変更する場合、 30日以内認定し、その後、希望者査定、ケアカンファレンス、ケアプラン完成、サービス開始し、問題発生、あー、サービスが合わない、急変、じ、いろんな事故ですね。1年だと思ってください、期間が。はい。区分変更申請、更新続き、そして60日前にサービス終了。これ、見直しが必要ですね、いろいろと。はい。これね、例はあまり言わないですが。例えば、月曜日に通称リヤビー、火曜日に通院、水曜日通称イヤビー、木曜日オフ、金曜日通称リヤビー、そういう敵ですね、日程としてはね。 ある方ですね例えば、例えばの話ですよ、これ。頼むときのポイントとしては、まず、土日祝日、年末年始も利用したいんであれば、そのとき相手がどうか、まず内容、そして職員の数、資格の持っている人、あとは、まあ、訪問日、ヘルパーの変更、あとは料金、キャンセル、苦情対応、あとは、えー、緊急時の対応、まあ、コロナウイルスによる感染症対策、あとは事故の 保障契約の解消いろいろですね。まあ大変なもんでございます。というわけで介護サービスのマル秘情報ヘルパーを頼むときなどについてでした。バイバイ。